日本の子供はおかしいんだな。日本のとある小学校の児童が修学旅行を楽しんでいる最中、乗船していた船が沈没するという事故に巻き込まれました。しかし、大きな事故であったにもかかわらず、乗船していた全員が無事に生還することができたのです。事故当時の様子は日本のみならず、海外のメディアでも報道されていました。すると、児童がこの時取ったある行動に対して世界から称賛する声が上がり、大きな話題となったのです。絶望的な状況であったのにもかかわらず、なぜ助かることができたのでしょうか。今回は世界が称賛した日本の児童が取った行動についてご紹介します。2020年11月19日、香川県坂出市の吉間沖を運航していた旅客船が沈没する海難事故が起こりました。この旅客船には、修学旅行中だった児童や教員、乗組員を含む全62人が乗船していたそうです。旅客船は、高松港を出港した後に、瀬戸内海を通り、瀬戸大橋へ向かう途中でした。そこで突如、海上保安庁のもとに、漂流物にぶつかってしまい、船が浸水していますと、船長から通報が入ったのです。当時の海水温は19度ほどで、平年並みの温度であり、波も穏やかだったことから、旅客船の救助が素早く行うことができたといいます。さらに、たまたま近くの島で作業していた漁師たちが沈んでいく船を発見し、いち早く現場に駆けつけ、救助に当たりました。この時の様子について、漁師の一人は、旅客船に到着した時は、ほぼ沈没している状態で、船の一部のみ、海面から出ている状態だったと語っています。そのような状況でありながら、児童2名とガイド1名の計3名が軽傷を負ったものの、これだけの被害で済みました。なぜ被害が最小限に抑えられたのかというと、乗船していた児童たちの行動が大きく影響していたと言われています。最初に救助に当たった漁師は、沈みかけた船に向かって、大丈夫だ。絶対に助けるから、一人ずつ順番に泳いできてください。と、マイクで呼びかけました。この時すでに、旅客船の船長による指示のもと、一人一人がライフジャケットを着用していたようです。そして、児童たちは、漁師の呼びかけに応じて、順番に海に飛び込み、漁船まで泳いでいきました。また、児童たちもお互いに頑張れ。あともう少し、など、声を掛け合っていたそうです。この様子について漁師は、怖くてパニック状態になっている子供もいましたが、お互いに声を掛け合いながら、冷静に避難をしていて、とても感心した、と語っています。そして、事故に遭った児童は、当時の状況について、突然何かが割れるような大きな音がしたんだ。気づいた時には、船の中に水がどんどん入ってきて、船の底が割れているって言われたんだよ。船長さんに言われて、救命胴衣をつけたけど、その時はもう腰ぐらいの高さまで水が入ってきていて、すごい怖かった、と振り返っていました。負傷者が出たものの、全員が無事に生還することができた。この沈没事故は、韓国でも報道されていたようです。これを見た韓国人の中には、セオル号の沈没事故を思い出す人が多くいたことでしょう。2014年4月、韓国の大型旅客船のセオル号が沈没事故を起こしたのです。この旅客船には、修学旅行中の生徒と教員の339人、そして一般客108人に、乗組員の29人、計476人が乗船していました。事故当時の海の状況は、目立った暗礁はなく視界は良好、波の高さは約1メートルと運航に影響のない状況だったそうです。しかし、運航途中で急激な旋回をしたことがきっかけとなり、沈没事故に発展していきました。これにより、乗員と乗客の死者299人、行方不明者5人、捜索作業員の死者8人を出し、世界に衝撃を与える事故となったのです。この事故では、事故発生時の不適切な避難誘導が大きな問題となりました。乗組員による避難誘導は、しっかりしたものではなく、救命胴衣を着用して待機してくださいという、自動アナウンスを流していただけだったことが、生存者の発言からわかっています。また、乗客への声かけも、その場で動かないでください、と繰り返していたという声も上がっていたそうです。乗船していたほとんどの乗客が、自動アナウンスや乗組員の指示に従い待機していたため、
避難するのが遅れてしまい、多くの命が犠牲になる事態となりました。特に驚くべきことは、船長を含むほとんどの乗組員が警察警備艇に一番早く救助されていたことです。このことから、乗組員は乗客の救助を優先せずに、船を脱出したとみられ、後に逮捕されることとなりました。日本の沈没事故について、韓国人は、セオル号の船長が日本人だったら、あんな被害は起きなかっただろう。二度とセオル号のような悲惨な事故が起きてはならない。船長の迅速な判断と、的確な指示は素晴らしい。そして、子供たちの勇敢な行動は、私たちも見習うべきだ。などといったコメントをしていました。一方で中国の一部メディアでは、日本の教育と結びつけて報道されていたようです。中国版 Google とも言われているバイドゥでは、日本の沈没事故が、セオル号の沈没事故のような大惨事にならなかったことについて、日本から学ぶべき3つのことがあると紹介しています。一つ目は、日本では9月1日が防災の日とされているように、日本全体が防災に対して意識が高いことです。防災訓練は日本全国で実施されており、地震や火災、水難事故などのその場の状況に応じた内容の訓練を行っています。そのため、学校で防災訓練を体験している児童たちは、緊急時においての心構えが備わっていると言えるのです。二つ目は、日本の小学生に対する教育において、丈夫な体を作ることが重要視されていることです。現在、小学校の体育の授業は、週に2時間ほど設けられています。それに加えて、運動会や縄跳び大会などの体力づくりを目的とした活動も豊富です。また、クラブ活動や、スポーツ系の習い事など、授業以外でも、体を動かすことができる場所がたくさんあり、健康な体を作るための環境が十分に整っています。三つ目は、学校で集団行動団結協力に関する教育があることです。主な例として、運動会が挙げられます。運動会で実施されるプログラムには、団体競技が組み込まれているため、集団行動に対する意識を培い協力をすることで、より大きな成果を得ることができると、身をもって体験することができるのです。以上の3つの要素が、日本の沈没事故の被害を最小限にしたと考えられています。他にも、日本の教育について衝撃を受けたという話があります。ある中国人の女性が、家族と友人を引き連れて、日本を訪れた際、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ遊びに行きました。夫と一緒に、子供をベビーカーに乗せて歩いていましたが、入り口に行くためのエレベーターが見つからず、仕方なく重たいベビーカーを抱えながら、階段を上がることにしたようです。その時、向かいから来た日本人の女性に、ベビーカーを抱えて上がるのは危ないですよ。私についてきてくださいと、声をかけられました。中国人女性は、突然声をかけられたことに困惑しましたが、その日本人についていくと、階段の裏側にあるエレベーターを案内してくれたのでした。また、日本人女性は、ベビーカーがエレベーターの扉に挟まらないよう、開くボタンを押してくれていたのです。こうした日本人の親切で、細かい気配りに対し、中国人女性は、とても感動したと述べています。また、この中国人女性は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、見たことについて、一つの記事にまとめていました。私はある光景に驚きました。それは、小学生くらいの幼い日本の子供が、しっかりと順番を守って、列の最後尾に並んでいることです。最初は、親に指示されて、仕方なく並んでいるのだと考えていました。しかし、それは違います。子供たちは、自ら最後尾に並び、長い待ち時間も楽しそうに話しながら、待つことができていたのです。これは信じられない光景でした。また、夢中になって遊んでいる子供たちに対して、次のお友達に譲ってあげてね、と、スタッフに指示されると、無視することなくしっかりと従い、列に並び直していることにも驚きました。友人の子供は、ある女性スタッフを気に入り、滑り台で遊ぶところを付き添ってくれていました。また、今度は自分で滑ってみよう。大丈夫だよ。と、優しく励ましてくれたそうです。何度も繰り返し滑る子供たちに対して呆れる様子はなく、最後までずっと笑顔を絶やさないスタッフに、感動を覚えました。また、一つの遊具に子供たちが集まっている時、
一緒に遊んでくれる子供や譲り合う子供の姿を見て、日本の教育が行き届いているんだと感激しました。子供にマナーを身につけさせることが大切なことだと知ることができたので、日本に来て本当に良かったですと述べています。また子供が遊んでいる横で携帯をいじっていたりゲームをしている親は見当たらず、子供の姿を一生懸命に撮影したり一緒に遊ぶ様子も見られ、賑やかでとても良い環境であると印象に残っていたそうです。以前訪れたことのある中国のテーマパークと比較すると、環境や訪れている人々を含めて大きく違う印象であることも述べていました。あるテーマパークでは開園後1週間も経たずして目を覆うばかりの悲惨な状況となったそうです。柱などには落書きがされており、花壇は踏み荒らされ、立ち入り禁止エリアに平気で入る人が続出したそうです。また子供たちも親と一緒になってやるだけでなく、トイレまで我慢ができなかった時はその場で用を足すなど、信じられない光景が広がっていました。スタッフが注意をしても何が悪いことなのかと逆ギレをする人ばかりで、アトラクションの順番も守らない人が多く、秩序が乱れた場所となってしまっているそうです。このように中国と日本を比べると、子供の頃からの教育の違いが大きな影響を与えていることがわかります。中国ではどんな車に乗っているか、どんな会社に勤めているかなど、親同士の見栄の張り合いによって子供に自分と他人を比べる気持ちを植え付けてしまうことも問題視されているようです。また子供自身の行動にも親が大きく関与していることが多く、日本では当たり前に行われている集団登校やクラブ活動など制限されることばかりだといいます。例えば学校の登下校は小学生でも保護者が送り迎えをしており、一人で通学させることはないそうです。また子供の好きなことや趣味を尊重せず、一番大事なことは成績と考えられています。勉強することが最優先とされるため、クラブ活動などには参加することがなく、集団行動を学べずに勉強しかできない子供が増えているそうです。他にも日本の子供のように寒い日でも平気で半袖で遊ぶことはせず、風邪をひかないようにと親が体調を厳重に管理するなど、子供に対してかなり過保護であることが分かっています。これでは子供の道徳心が育めず、日本の子供のように周囲に気を配れるような行動ができないことも頷けます。日本の沈没事故がきっかけとなり、中国政府は教育に関して自国にとってメリットがあるため、日本から学ぶべきことがたくさんあるということを認めざるを得ないとコメントを残しました。これまでの話を聞いた海外の人からは次のようなコメントが上がっています。子供たちがお互いに励まし合うと聞いて、自分の国では考えられないことなのでとても驚きました。日本人が礼儀正しいのは子供の頃からしっかりとした教育がされているからだと分かった。助け合うことや支え合うという道徳心が子供の頃から備わっていることが素晴らしい。子供たちが道路を渡った時、振り返って車の運転手にお辞儀をしている姿を見てとても感動しました。幼い頃からの教育のおかげで今の日本人があるのだと改めて実感することができた。このように子供の頃からしっかりとした教育がされていることに称賛する声がたくさん集まりました。日本は地震の他にも災害が多い国として知られています。だからこそいざという時のために日頃から高い意識を持ち、人同士が助け合うことができるのでしょう。これからもお互いを思いやり支え合うことができる日本人でありたいですね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。